10時です。お仕事始めました。梅仕事は終わって、今度はプラム仕事とあんず仕事です。これはドマーのあんずです。あとあんずね、水分少ないんですよ。で結構煮詰める必要ないぐらいなので、こっちは白砂糖にしました。でこちらは水分が多くてぐじゅぐじゅになるので、グラニュー糖にします。使い分けした方がいいみたい。グラニュー糖でこれやったらね、結構硬くなっちゃったんだよね。煮る前に煮るぐつぐつやってたらどんどん硬くなって、それはそれでまあいいんですけど、私の好みは結構緩めなの、カチンカチンよりもと思ってるので、こんな感じです。あとこれでグツグツ煮ておしまいです。今アクを引きました。こっちはまだです。グツグツになる前ですね。水がどんどん湧いてます。ちょっとね青いんだけど、もうねめんどくさいこれ置いとくの大変なの。虫も来るしめんどくさい。でこれ酸っぱいあんず全部作っちゃいます。違う、すもも、すももソースですね。ソースも美味しいと思いますよ。なかなかいいと思います。今旬なので、どっかになってたらもらってみたら、みんな絶対にね求めますからと思いますけどね。さあ、この使い分け皆さんはどうやってますか？なんかいい方法があったら私にも教えてください。テレビではさしすうめのやり方をやってたね。面白そう。でも私も知ってたわ。でも新しいこと情報も入りました。ありがたかったです。では